私は彩香の能力を信頼しています。そろそろ回収するとしましょう。この世に生きる以上、必然的に数々の不満に遭遇するでしょう。未だにお兄様に頼るしかございません。滑稽で仕方ありませんね。慌てふためきはしても私を止めるほどの勇気はない。彩香は雷に怯えていました。実に面白い。